次期潜水艦に VSL 搭載が決定され、試験潜水艦が建造される。反撃能力を備えた日本の最強潜水艦がさらに最強になる。今回は今後増えるであろう防衛予算を詳しく見ていきますね。そう、旧型潜水艦にリチウムイオンバッテリーを搭載する日が来るのかもしれません。スターリングエンジンとの組み合わせは意外にいいかもしれませんね。低出力充電で大容量のバッテリーで機動力を確保できます。2022年8月末時に公表された来年度2023年度分の日本の防衛費はおよそ5兆6000億円弱であり、この金額は2022年度に比すれば 1% 強の増加に相当するものの、実際にはこれを大きく超過することが予想される。というのも、この5兆6000億円弱という金額はあくまで防衛費の概算要求で出された数字であり、今後2022年末までにまとめられる実際の予算編成には、ここに、さらに、事項要求という手段で生じる金額が加味されるためである。この事項要求とは、防衛省側が国防力の強化に必須と考えて内容のみを挙げた項目に対し、年末までに、それに実際に必要な費用を割り出し、そこで確定した金額を概算要求で示された額に加算するという仕組みだ。このプロセスを経て、日本の2023年度の最終的な防衛費の総額は確定するという流れであるため、この事項要求の金額が見えてこない限りは、今の5兆6千億円弱がどこまで増加するのかは未定というほかかはない。このように、2023年度の防衛予算が複雑なプロセスを経た後でなければ確定しないという状態になったのには、大まかに分ければ2つの政治的な理由がそこに横たわっているためだと考えることができるだろう。まず1つ目は、日本の防衛全体、つまり安全保障についての根幹を成す文書である国家安全保障戦略の改定と、これに伴い同時に改定が行われることになる防衛計画の大綱及び中期防衛計画という2つの存在だ。中期防衛計画は5年間の文字通り中期的な日本の防衛計画を定めるものであり、現行のものは2019年度から2023年度までの5年間を対象にしていたが、新たな改定によって2022年度分までの4年で終了を迎えることとなる。これは日本を取り巻く安全保障環境が近年厳しさを増していることの表れでもあり、ミサイル発射を頻発させる北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシア、そして南西諸島方面の中国と周囲の仮想敵国の動きを睨んだものだ。こうした背景をもとに、国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛計画のいわゆる安保関係の3文書と呼ばれるものの改定を控えており、これらの改定に伴って生じる方針の変更が防衛費の使途に影響を与えるためである。そして2つ目は、現在の日本の岸田政権が2022年6月に公表した経済財政運営と改革の基本方針2022という政策の存在であり、ここで抜本的な日本の防衛力の増強を向こう5年間で実施すると打ち出しているゆえだ。この経済財政運営と改革の基本方針2022においては、大きくは7つの日本の軍事的な能力を強化発展させることで、その防衛力の強化を行うことが唱えられており、いわば現政権が最大限に注力している内容である。ここでは、まず、昨今、飛躍的に、その射程距離の延伸が、
問題とされている敵の防空ミサイルに対し、その射程距離外から自軍が攻撃できる能力の獲得を目指す、いわゆるスタンドオフミサイルの取得が挙げられている。そして、次に、現行の日本のミサイル防衛が、主として敵の弾道弾の迎撃に止まっていることを踏まえて、今後は、巡航ミサイルや極超音速兵器等の迎撃までを視野に入れた、統合的なミサイル防衛能力の整備を目指すとしている。続く三つ目は、今のロシア・ウクライナ戦争でも、注目を浴びている、無人航空機や無人艇等の大きく進歩しつつある、各種の無人機の実用化と配備であり、これを駆使した、新たな防衛力の構築が謳われている。そして、四つ目は、これまでの陸、海、空といった、物理的な戦闘の領域に対して、これに、宇宙空間、さらにバーチャルなサイバー空間までも含めた、多面的な領域を横断して、軍事的な作戦を行い得る能力の獲得となっている。これにプラスして、五つ目は、そうした多面的な領域を横断して、軍事的な作戦を行い得る能力を日本が発揮するために、これらを支援する情報システムの構築と、それらに基づいた指揮、及び、統制能力を備えることが挙げられている。6つ目は、陸、海、空等の各種の戦闘に対応する部隊を、迅速に必要な場所に、機動的に展開し得る、能力の獲得であり、これは、有事の際の兵站線の維持も含め、空中給油機や輸送戦闘といった、後方支援部隊の強化と見てよいだろう。そして、最後の7つ目は、日本が自衛隊を投入するような有事に遭遇した際にも、少なくともある一定期間は、防御戦闘を継続するに足る持続力と、敵の攻撃に耐える強靭な体制を構築することが目的とされている。これも、今のロシア・ウクライナ戦争の推移を見れば、言うは、安く行うは難しと感じられる部分で、すでに、2022年11月の時点で差し迫る冬の寒さの中、電力等のインフラ攻撃にさらされているウクライナの現実からは、それを強く意識させられる。実際のところ、ウクライナがこうしたロシアのインフラ攻撃にも耐えて抗戦を続けている状況は、祖国が他国に侵攻されたことを許せない感情は当然としても、そこまで逼迫した生活に国民が耐えていることが大きいだろう。これが日本のような太平洋戦争以後は、経済的な発展の幸運に恵まれた国であるならば、国民生活の困窮は、立ちどころに大きな不満へと転換され、日々の暮らしの安全性さえ担保されれば幸福やむなしという意見も出てくるように思える。さて、日本の防衛費だが、この2022年末までには、概算要求で示されたおよそ5兆6000億円に、事項要求分が加味されることは、これまでに述べた通りだが、当然ながら、政治的には、その増加分をいかに賄うのかの方策が必要となる。すでに、2022年9月の段階では、一部のマスメディアが、この防衛費の増額に対応する原資について言及する記事を出しており、そこでは、企業の法人税や、個人の金融所得課税、所得税、相続税等の増税は避けられないとの見通しがある。仮に、こうした増税の場合には、大多数の国民の理解を得ることが、平時においては、甚だ困難なことも予想されるが、今のロシア・ウクライナ戦争等の世界情勢を鑑みれば、大枠での賛同を得ることには好都合と言えるかもしれない。今の日本は、防衛費の総額を、これまで、対 GDP 比で約 1% 以内に収めるという、長年の不分率から脱し、NATO 加盟国が、その基準としている 2% を目標に置くことが、現岸田政権によって標榜されている、状況にある。
こうした日本の防衛費の増額という事象は、国防を憂う勢力からは歓迎すべき事態かと思いきや、そこまで歓迎されていないどころか、現岸田政権の唱えるこうした目標に対して、むしろ懐疑的な目を向ける意見も少なくない。こうした現岸田政権の批判は、これまでの日本共産党などの日本国内の左派が唱えてきた日本は、周囲の安全保障環境の悪化を口実にして、防衛費の大幅な増額を画策しているというような意見とは異なり、こうしたものとは逆の発想だ。それは、現岸田政権は、今の自衛隊の防衛費単体ではなく、海上保安庁やその他の予算も合算した金額で、対 GDP 比 2% を獲得した体裁を整え、実質的な防衛費の増額にはつながらないのではないかとする見方である。こうした批判が実際に当てはまる指摘であるのか、本来的な意味での防衛費の純増につながるのかも、含めて2022年12月の予算の確定を見る必要があり、そこで打ち出される中身を吟味した上で判断を行う必要があるだろう。ちなみに、海上保安庁の2022年度の予算は、およそ2200億円弱で5年ならば1兆円規模。また、直近の在日アメリカ軍の駐留経費も、5年で1兆円規模と似たような金額だが、これを見れば、確かに、日米同盟は、安価な気もしてくる。